突然ですが皆さん、まずはこちらをご覧ください。大丈夫？怖かった？おっぱいもむ？こちらは不正のゲームソフトでプレイした時に本体が感知した時に流れるアンチパイラシースクリーンというものでございます。不正のゲームソフトというのは割れソフトや違法コピーされたいわば海賊版という類に入るものなんですが、今回はこのような違法ソフトで遊べないようにするために施した任天堂の海賊版対策が他にもヤバいものがたくさんあるということで見ていきたいと思います。どうも皆さんごきげんよう、マー君です。ちなみに最初に見ていただいた動画と同じように今回はかなりホラー要素が強いので見たくないっていう方は右上にピコンと出た動画をご視聴ください。それでは早速やっていきましょう。登録してね。最初はニュースーパーマリオブラザーズ DS のアンチパイラシースクリーンです。マリオ生誕25周年の記念作として販売された本作品はですね、14年ぶりの 2D ドットで誰もが知るあのストーリーで復活した名作中の名作で、前回紹介したデラックスのようにミニゲーム、対戦など搭載されています。ちなみに当時の僕は友達にルイージ使いたいと言ったのにマリオしか使わせてくれなくて親に泣きついてました。そしてここがパイラシ。ここではミニゲームのあいつを探せというざっくり説明すると、表示されたキャラクターと同じアイコンを見つけるゲームをやるのですが、言葉で説明するよりも直接見た方が面白いと思うんで早速ご視聴ください。それではどうぞ。はい、といった動画になるんですが、これもともと素材が合っていたというのもありますが、白目というシンプルな怖さとこの独特の BGM がすごくマッチしてて、なんかいいっすよね。ちなみに毎回思うんだけど、なんでこういうのって白目とか黒目とか多いんですかね。打ち合わせでもしてるんですかね。やべえ、昨日は首筋ニンニクドッキリしちゃったからもう予算がない、仕方ねえ、今日は白目だ的な感じで。あれ、なんか急に怖くなくなったぞ。次行くね。お次は2017年に発売された任天堂スイッチ専用ソフトスーパーマリオオデッセイのアンチパイラシースクリーンですね。今回紹介するアンチパイラシースクリーンなんですが、なぜか皆さんからのリクエストがとんでもなかったので早速ご視聴ください。そしてここがパイラシ。スーパーマリオオデッセイ。はい、という感じの動画ですね。ふざけんな、僕の股が濡れてるぞ。いやもう怖かったよ、僕が見た動画の中でダントツ一番怖かったよ。もうみんなバカ、もう知らない。あかん、俺が抜けたら動画終わるわ。次行くね。お次は任天堂64専用ソフト大乱闘スマッシュブラザーズのアンチパイラシースクリーンです。人気キャラフォックス、ファルコをプレイヤー同士で戦うシーンから始まるんですが、ここがパイラシ。ここでは2人がしっちゃかめっちゃか戦う途中で画面が固まった後にエラーメッセージが流れるんですが、いろんな意味で閲覧注意でございます。それではどうぞ。いや、
たい。次行くね。お次はこの警告画面シリーズでおなじみのスーパーマリオ64ですね。今回もかなりの変わり種をご用意しました。なので皆さん、僕と一緒に見よう。あれ、皆さん、そしてここがパイラシ。はい、こちらになるんですが、もう皆さんわかりますよね。そう、これ直撮りでの映像なんですよね。いや、これすごくないですか。テレビが昔のブラウン管ということもあって、あれ、これ本物の映像かと思っちゃう作品なんですよね。はい、ストップ。そう、これが警告画面なんですが、この界隈だと結構見る画像の割にはなんかよくわかりませんよね。実際僕もなんだこれと思っていたので、すっからかんの頭で必死に考えたんですよね。そしてたどり着いた僕の答えは至ってシンプルでした。わかりません。誰か教えて。そしてこの後も続きがあるのですが、まあ怖いシーンがまだ続くので、また一緒に見よう。僕が全力で怖がるところ見れるよ。おーおーおー、元気があって素晴らしい。最後まで見てね。はい、こっからは僕の実況付きです。ん、なんか聞こえるな。任天堂の楽しみは無限大。あー、来い、この楽しみだよ。お、視界が開けた。これは城の外かな。で、あ、で、下に行って、これ、おお、来た。これは水没した町かな。それに気づいたマリオがドアをノックすると、判断力鈍ってる。うわっ！何？何何？え？え？何？今の。ルイージか、今の。え？ね、なになに、まさかの警告画面に。ごめん、やめてよ。はぁ、ちょ、待って。はい、もういい、やめて。もうやだ、うん、家帰る。ここ家だった。はい、といった感じの動画だったんですが、いや怖かったですよね。特に最後の僕、あの後最後に映った意味深な画像、映像に映った沈んだ街、貼り付けにされたルイージなど意味深なものばかりでしたが、まあ結局よくわかりませんでしたね。でもこの考えても結局よくわからない感じがザ・警告画面シリーズって感じでいいですよね。うん、もう今日これで終わっていい？はい、ということで今回終わりたいと思います。現在このチャンネルは5万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。もし取り扱ってほしいネタがあれば、コメント、ツイッターの DM までお越しください。それじゃ、おやすみ。